今回はクシャンティやっていこうと思います。で、編成は、カオルシーっすね。いや、地雷対応してないんですけど、これね、煉獄さんじゃないや。五条悟と違って、まあ、五条先生は、マイスイだけ対応だったんですけど、今回は、ワープだけ対応ってことで、まあ、今回この、クシャンティやっていこうと思います。まあ、ギミック無視ですね。お、これもすげえありがたいね。で、SS が、大号令なんですよ。だから、スピードアップの大号令なんで、まあ、みんなで殴れば怖くないみたいな。五条戦は、1体で自強化なんだっけ ?2 倍とかなんかすげえ倍率出したけど。まあ、今回は、まあ、みんなで殴ったら、ま、実質自強化4倍みたいな、そんな感じですね。なんで今回それやっていこうと思います。で、これもシンクロあるから耐える。で、しかも SS 短縮持ってるから、ちゃんと短縮すれば、あ、まあ、そんな感じで大号令で、まあ、いけるかなーって思ったんですよね。なんでそれをやっていこうと思います。で、シンクロ持ってるから、あれなんですよ。地雷1回は、なんとか耐えられるんですよね。まあ、それもちょっと活かせるんじゃないのかなってことで。だから地雷1発踏むと、まあ、即死だけど、はいはいはい。まあ、いけんじゃないか。うおああ。いやで、これね、超ワープついてるし、超バランスついてるから、どうなんだろう。誰ぐらいと同じ火力になるのかな。多分、コロンブスは確か超バラにはできても、超ワープはなかったはずなんで、はいはいはい。ほらま、これで、いけんじゃないのかな。いや、どうなんだろう。で、あとほらさ、カオルシってさ、これ、大号令のエッセンス短縮がおそらく、初めてもらったキャラだったはずなんですよね。私の記憶が正しければ。だから、その時確かクラピカの全盛期だったから、うわま、クラピカほど確かめちゃくちゃ刺さるとこはないけど、まあ、実質クラピカとすげえ、なんていうか、得るところは似てるみたいな。なんか、そんな話もされてたんですよ。まあ、実際、そんなに、なんか輝くことはなかったんですけど、はい。いや、だからさ、こんななんか重力ワープの大号令、まあ、この性能がね、ちょっと衰えていくの私は辛い。耐えられない。いや、これちょっと赤座のセリフ、ちょっと調べてきましたね。なんか使えそうなセリフ。で、だからま、こんな感じでちょっと頑張ったらいけるかなと思って。つうか、電線切りやったのか。あれ、これ、ボス戦もそうだっけ?私の開幕シンクロ。すべて止められるんじゃないの?そしたら。まあ、これはとりあえず、敵、いや、殴りに行った方がいいか。もうなんかこれ遊んでる暇ないもんね。だからここでループヒットして、ああ、そうね。ちくわ、超バラ強え。で、さらにここから、うわ。で、ワープが2、4、6、8個。だから 1.4 倍、さらに今の火力より上乗せされるから、うわ、せっかくこれシンクロでやってきたんじゃあ、ここの、いや、どうしよう。SS も、いや、ダメだな。これ縦缶だな。縦缶でために行って、はい。よし、オッケー。おお、危ねえ。さあ、これちょっとね、真面目に、ちょっと無言で丁寧にやりながらちょっと帰ってきたけど、これね、いかに喋らないかだわ。いや、あだな、これ、YouTube あるあるだと思うんですけど、喋ってゲームするとね、実力すげえ落ちるし、思考能力も、まあ、普段の5割増しぐらいにしかなんないんですよね。だから、喋んない方が強いんですよ。だから、ちょっと、もう喋りたくないっすね、正直。はい。で、これ剣開いながら殴れば多分いける。え?おー、危ね。で、短縮も入れる。よし!いや、どうだろう?もうこれ完全に死にながらだな。一手で覚醒させて、で、二手目で全て終わらすみたいな、なんかそんなちょっとゴリ押しみたいな感じしかできないかもしれない。だからこれも、全部拾う。いや、これ本当だったらさ、ぶっちゃけ機長の方が強いんですけど、いや、なんだっけ、機長の動画もう作っちゃったし、一応コメントなんだっけ、まあ、機長艦隊できますよみたいなことあったけど、まあ、調べたら先に出してる動画の人もいたん、あれ、あ、そっか、あぶね、これ立て込んだ。で、動画先に出してる人もいたんで、まあ別に、先に動画出したいの、後から出したらダメみたいなルールはないから、出してもいいんですけど、まあ、やっぱ、あんまり人がやってないことを、やるみたいな。まあ、それがやっぱり、なんていうか、ネタ攻略の極みみたいな。まあ、これがネタ攻略のいいところみたいな感じだもんね。まあ、これが、リリンの生み出した文化の極みみたいな。あぶね、このセリフしか覚えてなかった、カオルくんのセリフ。はい。で、まあ、できたなとは暴れて倒していく。で、今回使ってるアイテムは、まあ、10% 削りとハートアイテムなんですけど、まあ、10% 削りは単純に、こんなん、なんかグダグダ戦える戦いじゃないから、ささっと済みたいんで削りが欲しかったのと、ハートアイテムの理由は、地雷食らっても最後ハートで着地するみたいな、そういうことも一応やろうと思ったらできるから、ちょっとそれやりたかったんですよね。さあ、ここで、開幕の SS 一発目ちょっと使います。これパック使ってもいいんですけど、ボス2で、反射の価値潰すのに、絶対必要なんで、これをだからどうやったらうまくいくかだな。これ斜め適当に大号令しかないから。これ斜め適当大号令しかなくない?で、覚醒させて、2手目で一気に駆け抜けるみたいな。はい。
いやー、それがカオル様です。はいはいはい。さあこれでそのままあっち行って殴って出す。オッケー。うわー、これなんとかプヨあれ倒してくねえかな。よーし、あぶね、これできるかできないか。あ、これって麻痺するんだっけ。確か進化のカオルシ、確かどっちかのルシファーのあれできたよね。さあ問題はこれ縦勘で削り切れるかどうかだな。あ、でもあれ電線切りないのか。あ、ボス戦に来たら電線切りなくなる系、なくなる系か。あ、これでも縦勘でいい感じにいけるかな。頼む、これでいい感じに終わってほしい。はい、2、3。うわ、これどうしよう。いや、でもこれはここで倒せるから危ねえ。いや、今先のこと何も考えてなかったけど、これでうまいこといける。はい、これ倒す。で、大号令もまあ別に打てないけど打てるようになりました。で、しかもこれ全部3ターンで駆け抜けなきゃいけないんだよな、地雷爆発するから。さあでもこれで倒せるようになりました。変なことはまあ別に特になんもないね。はい、さあこれで倒してよし。あー、どうだろう、これカオルシでいけるかな。いやー、次世代のなんかクラピカみたいな。なんかそんな感じのこと言われてたけど、なんかそんなことないね。さあこれでここで初めて出てくる価値、ここにしか出てこない、初めましてお父さん。あ、そう、これでこれを使って、で、とりあえず価値は絶対潰す。だからなんとか理想はこの間に挟まるんだけど、いや、無理かな。はい、さあ頼む、これで期待に応えてほしい。いや無理、私次元はビビりました。で、で攻撃こうなる。さあここで一発大号令を使うかどうかなんだよな。どうしよう、一発どうせ、でも、ここで一発使えないのは致命的になるかな。 2P が大号令打てるからそこでいっか。だからここは普通に SS 使わず倒しに行って、はい、やっべ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 、うおー。あ、でも一応、いや、でも一応これはなんかシンクロできてるから、はい。いやー、これも完全に私やっちゃったかもしれないな。こうでしょ、はい。電電線切りもできて、電線切り、あれか、遅れて出す系か。やべえ、これ完全に私やっちゃったかもしれない。いや、ギリギリまだやってないかな。ここの間入るでしょ。で、で、これ縦勘で潰す。あ、終わった。いや、まだ終わらないか、これ。いや、まだこれ多分ね、避けられる地雷だわ。配置的に。はい。そう、そうなんです。いや、地雷踏んでてもさ、うまいこといい感じにできたらいい感じにこんな感じになるんですよね。さあ、地雷避けました。っていうか、意外とこれ長いこと耐久できんのね。さあ、ここから、SS4P でしょ？みんなで大号令して、そうね、ここで大号令して、いや、抜けられる。よし、ちょっとここは時間稼いで、はい。ここ縦勘でとりあえず倒しておくけでしょ？はいはいはい。で、置いとく。さあ、どう思います？これ。いい感じにできるかな？で、地雷をたくさん踏んでも、その後に、みんなで誰かが、そこの間挟まってさ、これ取れれば助かるから、マダガスカルだからさ、別に無理やり今頑張って攻めなくてもね、なんか大丈夫な気がするんですよね。もうちょっとこれ運ゲーに、あ、ダメだ、これ価値いるから、あ、そのまま普通にこれ横勘で下がっていけっか。だからこう打って横勘で下がっていって、はい、さあこれでなんとかうまいこと貫通だけどいい感じになんないかな。はいはい、お、いけそうじゃない、ほら、いけた。よし、オッケー。キンハートで全回避もできたし、で、開幕大号令は絶対打たなきゃいけないから、大号令使って、で、雑魚全処理して、まあ、一手これ適当に、ぷよ処理がいるから、ぷよ処理で一体うまいことなんとかして、だからどういう風にこれ打てないんだ。とりあえず鬼は、それで倒せるから、とりあえず右上の鬼だけがどうにかしないと絶対倒せない配置になってるから、あそこになんとか行きたいね。いや、こんな狭い隙間、私の実力だったら、いい、頼む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 、よし、オッケーオッケーオッケー。さあこれで頼む、麻痺してくれ。くっそ、麻痺ってあんのかな。で、 3P どこ、お、そこ地雷なしじゃないこれ。よし、地雷なし。で、あれがあるから、そので、これをとりあえず上へ入って、ちょっと道通しやすくしておく。で、地雷は一発踏んでもシンクロが残ってるから大丈夫。はい、さあこれで頼む、この 4P の SS に全てかかってる。もうこれ、あれ電線切り来るんだっけ。ああ、そうね、電線切り来るから、で、こう絶対ダメージ食らうし、
いや、これどういう打ち方したらいいの私。縦勘でうまいことこれ、2P をうまいことねじ込むような形で打てばいいかな、この細さ。うおー、こっち、怖っ。この細さでうまいこと言って、なんとかうまいことねじ込めればいけるかな。頼む、お願いします、コールシー、見ててください、お父さん、言ってくれ。よっ、やった。いや、機長もいけたけど、カオルシもいけるんだぞっていうところ。いや、見せられたんじゃないのかな。いや、どうしよう、これ。私、このために宣言書みんな解放してきたから、次回のフラパで、新エヴァコラボみたいな重心が返したら、私、この宣言書、この動画のためだけになっちゃう。ちょっと困りましたね。終わります。まあ、縁があれば、また会うかもね。終わります。ごきげんよう。